アンペルさん、解読の方はどうかな。ああ、全貌が分かってきたところだ。こんなわけのわからない文章をよく読めるな。それで、どんな感じだったんですか？記されていたのは、晩鐘の体験に関する研究結果と、そこにたどり着くための方法。それを書いた者は本当の晩鐘の体験にたどり着いたというのか。いや、成し遂げられずに果てたようだ。だが、ここに記された情報は我々の助けになる。何か役に立ちそうなことが。ここには疑似的な門の発生装置の製法が記されていた。疑似的な門の発生装置？ああ、世界の壁を越えることこそできなかったが、同じ世界の中でなら長距離の転移が可能だったようだ。信じられない。その人はよほど優秀な。気を使うな。実際あいつは優秀だった。それこそ晩鐘の体験に招かれるほどにな。それでも失敗。ともかくエミルは門を使って晩鐘の体験にたどり着こうとしたようだ。お前たちはこの大地に大きな魔力の流れが存在することを知っているか？あ、そうだ。確か王都の遺跡で聞いたことがあったはずだよ。魔力の流れですか？説明しておこう。簡単に言えば、この世界には目に見えない川が流れているんだ。そこには大きな魔力が流れている。この世界に住む全ての生命の活力と言い換えてもいい。エミルはこれを流脈と名付けた。流脈。竜の風跡の転移はこの流脈の流れに乗ることで成立している。風跡の仕組みをもとにした晩鐘の体験もまた同じだ。すげえ。しかし、そこまで解き明かしてなお、エミルとやらは晩鐘の体験にはたどり着けなかった。そういうことだ。それなら、その装置を私が受け継いで完成させるのはどうかな。アンペルさんはあんまりいい気はしないかもしれないけど。言っただろう、気を使うなと。これは謎を解き明かすために必要なことだ。お前が言い出さなければ、私が提案した。アンペルさん。門の発生装置についてまとめておいた。ライザ、頼めるか？もちろん。仮にも疑似的な門だ。調合は慎重にな。うん、分かってるよ。何作ろうかな。入れる場所は、入れる場所は何入れようかな。入れる場所、材料は、よし、行け。
これがエミルが生み出した装置のはずなんだけど。ライザネ、これどうやって使うんだ？わかんない。やっぱり未完成なのかも。作ったはいいけど、この石板から何も感じないんだよね。何か足りないのか？その可能性が高いな。アンペル、あれからも本を読んでおったろ。何か分かったことはないか？あるにはある。分かったのは板章の帯点の機能についてだ。板章の帯点は出現した土地の流脈に怒りを下ろしてこの場所に留まっているということのようだ。怒りを下ろすか。船は怒りを下ろさなければ海を漂ってしまうだろう。板章の帯点ではそれと同じことが世界単位で起こる。放置すれば思いもよらない世界に飛んでいってしまうかもしれないということか？そうだ。ゆえに板章の帯点の周辺には流脈に下ろした怒りがある。エミルもそこまでは解き明かしていたようだな。怒り？そんなもの見た覚えはねえけどな。あいつが言うにはあちこちにある石碑がその機能を有しているという。石碑か。確かあの大きな扉の前に一つあったような。一度見に行ってみるか。私も改めてあの本を調べ直しておこう。なるほど、見た目もそのまま怒りってわけじゃねえんだな。ああ、例え話ということだ。石碑を調べれば実際の機能もわかるかもしれんの。入れる場所は、入れる場所は、何入れようかな。入れる場所は、何入れようかな。入れる場所は、入れる場所、材料はどこに入れよう。入れ、何入れようかな。入れる場所は、よし行け。こんなところに行くのか？お前らといるといろんなことがあるからな。島が現れたくらいじゃもう驚かん。これも使えるのか？さあさあ集めちゃいましょうね。油断はできんぞ。エント、わらわのことも耐えるのじゃぞ。おしまい。カロさん、あんたに合わせるぜ。始めるよ。いっけ。頼りにしてるよ、レント。カライデアス、あなたの力、ゆくぞ、見せてもらおう。ハッサン、我らで将来を掴み取るぞ。キュイラ、止めな、とどめて。ライザー、頼めるか。今まだまだだぞ、作れるかも。次は魔法じゃ。
リラさんにいいとこ見せるぜ。レンタ魔法もあるぞ。共に戦えるのを嬉しく思う。よかったぜよ。一匹やっつけた。任せよ。ナイさすがですね。ナイス魔法じゃ。せーの。しまいしまい。一匹やっつけた。当然のことで。なんだ。歯ごたえないな。これがその石碑なのかな。ライザ、どう？流脈、大きな力の流れ。リラさんやカラさんはどうだ？いや、何も感じられんな。オーレン族の鋭敏な感覚でも流脈の流れは捉えられんのじゃ。力の流れを捉える。開く仕組みが違うというより動力が必要だったの。その動力を周囲に埋まってる光の種から無理やり集めたんだよ。そうだ、あの時はライザ、これを使えばいいんだ。怒りをたどって流脈の力を集めて鍵の形にしたんだよ。これを使えば。何が起きた？流脈の力を鍵の形へ変え、石板に吸収させた。そう受け取ってよいのか？そうだと思う。少しだけど石板に力が満ちたような感じがするけど、まだ足りないのかな。光が収まっちゃった。鍵はもう生み出せないのか？ダメみたい。怒りってやつがあちこちにあるなら、別の場所でなら鍵が作れるんじゃないか。お、それだ。ありがとうディア。おう、任せろ。みんな、怒り探しを手伝ってくれないかな。同じ要領でやっていけば、この石板きっと完成させられるよ。光明が見えたかもしれないな。お、素材の採取に行きたいのか。万象の大天に関係のある島か。興味深い。ワクワクするよね。何が手に入ったんだ。やろうぜ。レント、動きどり突っ走らないでよ。
くらえ。それそっちかそっちじゃ。読めない。それそれそれ、そこだ。終わらせる。今なら鍵が作れるかも。ライザ、頼めるか。遅い。始めるよ。お願い、成功して。ボス、任せるよ。失敗せず、ボスに任せろ、ライザー。燃えるがいい。こいつ、コアクリスタ。まずい、全員警戒しろ。面白そうだ。どうして、そこだ、失敗じゃ。一気に行く。固まりすぎだ。遠慮する。そこだ。任せよ、ボイス。次は魔法じゃ。どれにするか。発動する。行くぞ。ま、こんなもんだな。少しでも早くお前らに追いつかねえとな。危なげない勝利だ。敵だ。ライザー。うん、任せて。よし、これでまた一つ。例の晩鐘の大典の呼び声か。うん、やっぱり軍刀に戻ってくるとたまにこうなるみたい。大丈夫なんでしょうか。やっぱりこれまでの話を聞くと少し不安です。大昔から錬金術師の前に現れては内側に誘い込んで多くの人を狂わせてきた晩鐘の大典。それを知った時はこの連鎖を終わらせるって思ったけど、晩鐘の大典にたどり着くには世界を越えなくちゃいけない。世界を越えるにはこの石板の力が必要。それは分かってるんだけど。自ら門を開くことには抵抗があるか。うん、晩鐘の大典を生み出した神代の民は高い技術力を持ちながらも過ちを犯した。ならばその過ちは技術力のせいか。それはわらわが思うに、真に問われるべきは力を扱う者の心持ちじゃ。己の利を追い求めて力を正しく扱えない者は罰せられて叱るべきじゃろうな。そうか、神代の民もクリント王国の錬金術師もそこを履き違えていたんだな。ライザ、お主はどうじゃ。誰かを苦しめるために門を開くのか。私はそんなことするつもりはないよ。ならばよいのじゃ。門を開こうが何をしようが忘れてはならぬのは良き錬金術師であり続けること。良き者は尊重し、悪しき者は罰する。故に清く正しくあれ。お主がそれを忘れぬ限り力を貸すことを約束しよう。そっか、そうだね。私も間違えないようにするよ。一緒に旅をしてくれるみんなが信じてくれるように。
良き錬金術師か。まずは一つじゃな。でもまだ足りないみたい。次敵だ、警戒しろ。レント、わらわのことも耐えるのだ。そのカロさん、あんたに合わせるぜ。いっけボス、任せるよ。心配せず、俺に任せろ。とどめる。一気に行く。いい形よ。まだまだだぞ。力を終わらせる。おい、今なら鍵を作れるんじゃないか。よし、やってみる。当然だ。くらえ。これでどうだ。とどめだ。強力な攻撃が来そうだ。コアクリスタ、全員守りを固めろ。面白そうだ。発動する、行くぞ。ま、こんなもんだな。見つけた。どんな素材も無駄にならないからね。ここでよろしいんですか？それにしてもこんな軍刀が突然現れるなんて不思議ですね。いいもの手に入るかな。わけのわからん不思議な鍵だ。どうだ。とりあえず集めておくか。出番よ。集めておこう。見てください、あれ、例の石碑じゃないですか。本当だ。よし、前と同じ要領で。敵の剣、皆構えよ。この感じ、封鎖区画でも同じことがあったな。周囲に大きな力が発生するからじゃろうが、魔物は我々よりも鋭敏なのじゃ。まずは安全を確保しよう。よっし、俺たちの出番だな。倒してしまおう。行くぞ。しまいじゃん。終わらせるよ。始めるよ。いっけ。そこだ。始めるよ。頼りにしてるよ。せ任せろ、ライザー。レンタやれるな。レンタくらい。こいつでどうだ。逃亡一体の技だ。おい、気をつけてみるか。なんだかヤバい雰囲気だぞ。ひとつきだぜ。聖なる光を喰らうがよい。こっちがいい。カラさんの動き、ただものじゃない。ひとまず倒したか。力につられて他にも魔物が現れるやもしれん。周囲の警戒を怠るでないぞ。ライザが力を集めている間、
俺たちで見ておこう。みんなが見てくれてるうちに済ませちゃおう。個人的な話ですまないが、聞きたいことがあってな。アンペルのことだ。アンペルさん？私たちは少しずつ万象の大天に近づいている。だがアンペルはずっと迷い悩んでいる。そんなあいつに何と声をかければよいのかわからなくなってしまってな。フォーレを出る時点であいつはもうギリギリだった。そこに旧友との過去まで襲ってきて、もう耐えられる限界を超えてしまっている。私は心の傷が癒えるまで見守るつもりだった。崩れそうな心を弟子たちの前だからという見栄でかろうじて支えているだけのあいつを。あいつは辛さの中にあるが触れられたくないとも思っている。だから私は何もできなかった。なんだ、ちゃんと気持ちは分かってるんじゃない。それでも声をかけられないところが不器用というか可愛らしいというか。やはり錬金術師同士で通じ合うものがあるのか。だとしたら私には。もう違う違う。相手がどう思うと優しくしたかったら優しくする。怖がらず自分の気持ちをぶつければいいんだよ。怖がらず自分の。拒まれたって気持ちは伝わるよ。だって本当にそう思ってるんだから。なんて偉そうに言ったけど、たまにはいいよね。弟子が師匠に教えちゃいけないって決まりはないし。そうか、分かった気がする。ありがとうライサ、博雅の戦士として恐れず挑んでみせよう。理解が勇ましすぎる気もするけど、まあいっか。ここは大人同士の話し合いに任せましょう。石板に力が集まってきてる。もう少しといったところでしょうか。引き続き調査だな。ライザなら有効活用してくれるよね。この島が現れてから交易に影響が出てるの。なんとかしなくちゃ。会場成功ですね。
ありがとね。届いて。イルカがいます。触ったらまずいでしょうか。届いて。どうだ。みんな、敵よ。リラさんに遅れを取らないよ。こっちこっちさ、しまいじゃ。戦士の証に恥じるのか。しようかな。見せてみろ。いっけ。今なら鍵が作れるかも。させろ、あいつら。許せる。行くぜ。とどめだ。消し出すぜ。よくぞ。さあ、俺ら。しまいにしよう。守りが解けたか。総攻撃を仕掛けるぞ。レントがいれば安心だな。やってみるか。うまくいってくれ。どうだ。ボス任せるぜ。遠慮するな。とどめだ。任せよボス。一気に行く。まとめて切る。行くぞ。聖なる光を喰らうがよい。そこだ。どうした？ま、こんなもんだな。生きている限り成長は止まらない。私が証拠だ。まだまだ戦えるぜ。出番よ。島で暮らすと当然船に乗る機会もあるが、実は俺酔うんだよな。大戸行きはどうしてたんですか？結構な距離ありますよね。当然気合で耐えた。それ以外方法がないからな。川や湖なんかはこの子で越えていけそうですね。
ライザ、石碑を見つけたぞ。本当だ。さすがリラさん、目がいいね。オーレン族は皆同じようなものだ。ライザー、頼むぞ。うん、やってみるね。成功したみたい。さて次は。その石板うまく機能しているようだな。アンベルさん。うん、アンベルさんが解読してくれたおかげだよ。そうか、それは何より。そういう割にあんまり嬉しくなさそうだよ。そうか、いやそうかもしれんな。やはり心のどこかであいつに思うところがあるんだ。あいつエミルって言ったっけ。エミルは錬金術師として私よりはるかに優秀だったよ。だからこそ奴の功績に乗っかるのは気に入らないんだ。醜い嫉妬だよ。確かにエミルはすごい人かもしれない。実際この石板も私一人じゃ作れなかった。それでも私が本当に尊敬するのはアンペルさんだけだよ。どんなにすごい錬金術師でも他人を傷つけるような人のことは信用しないから。ライザー、弟子に励まされているようでは師匠失格だな。そんなことないって。私にも励まさせてよ。励まさせるってなんだ。石板から力を感じる。よし、一度アトリエに戻って石板の力を試してみよう。